あ、どうも、サラゴーチです。私ですね、コーヒー本当に大好きで、普段リモートワークしながらですね、結構1日5、6杯飲んじゃったり、するんですけれども、今日はですね、美味しいコーヒーを、簡単に抽出して楽しむことができる家電をご紹介したいなと思います。それがこちらですね、ネスプレッソのバーチオポップという機種でございます。見てわかる通りですね、とても可愛らしいデザインで、とてもコンパクト。バーチオシリーズですと、史上最小最軽量の製品でございます。カラー展開もですね、合計6種類ありまして、ご自宅のインテリアのアクセントカラーに合わせて色を選んで、ちょっとインテリアの一部としてね、溶け込みやすいデザイン感だったりするんですけれども、明るいカラー展開も多くて、結構お部屋でも映えてくれるんじゃないかなと思います。このブラックカラーもですね、私のように結構モダンに揃えてるよっていうインテリアでもしっかり馴染んでくれるデザインなんじゃないかなと思います。4つのサイズのですね、エスプレッソを楽しむことができまして、本当に簡単に抽出ができるので、皆さんにね、こちら詳細ご紹介できたらなと思います。まず、外観なんですけれども、横幅が14センチ、奥行き 42.6センチ、高さがですね25センチと、とってもですねコンパクトなサイズ感というのがわかると思います。この丸みを帯びたデザイン感というのがね、とっても外観として可愛らしいですよね。やっぱりね、毎日使う家電ではありますけれども、見た目でもね、楽しめた方が家に置いていて満足感がねとても高まるんじゃないかなと思いますけれども、まずは、使い方をですね、ちょっとご紹介できたらなと思います。こちら後ろにあるタンクにですね、まずは水をセットします。このタンク取り外すこともできるので、簡単にですね、水を入れたりとか洗ったりすることもできます。そして続いてですね、本体のこの蓋を開けてカプセルを入れます。そして、ヘッドを閉めて、レバーを回してですねロックしますと。そして、ボタンを押すとですね、簡単にコーヒーの抽出が開始されます。コーヒーの抽出までですね、余熱時間が30秒で、自動電源オフ機能もありまして、約2分後にですね勝手に電源が切れてくれたりとか、本当に手間いらずで、簡単にコーヒーが抽出できるなと思っていまして、味もとっても美味しいです。しっかり泡立って、コーヒーの香りね、本当に美味しそうに香ってきますね。そして、コーヒー抽出し終わったらですね、この蓋を開けるだけで、実はカプセル簡単に捨てられるんですね。自動でですね、このボックスにストックされますので、ゴミ捨ても本当に簡単ですね。こういうコーヒーメーカーとかね、使う前は私、アイスコーヒーとかね、ペットボトルで買って飲んだりしてたんですけども、やっぱり味が全然違いますね。本当に一杯ごとのね満足感違いますし、自分でねちょっと豆削って抽出したりしてた時もあったんですけれども、結構めんどくさがりなので、こういうですね本当に全部自動でやってくれるよと、そしてゴミ捨ても簡単ですっていう機種はですね、ありがたいなといつも思ってます。先ほど使い方のところで登場しましたけれども、このようなカプセルがですねありまして、これを使って、コーヒーを抽出するんですね。いろんな味がありまして、12個こちらにはありますけれども、各々違ったですね自分好みのコーヒーを入れることができます。このバーチをですねカプセルに、バーコードが実は、記入されてまして、味ごとにですね、最高の一杯を作るために必要なお湯の量だったりとか回転数だったりをね、調整することができるんですね。そして独自のテクノロジーでもうアロマが抽出されてですね、コーヒーの味わい香りをですねさらに引き立ててくれるという機種となっております。それではですね、こちらのバーチオのですねコーヒーのカプセル、本当にいろんな種類ありまして、先ほどお見せした以外にもたくさんの味ですとか香り楽しむことができるので、ちょっといくつかですね、私の感想も交えつつ実際に飲んでみて、ご紹介できたらなと思います。エスプレッソのサイズであったりとか、あとはですね、ダブルエスプレッソ、2倍のサイズだったりとか、あとはマグカップのね、サイズで抽出するのが一番良いコーヒーだったりとか、いろいろあるんですけれども、味わいの深さがですね、レベル感、数値で表示されてまして、まずはですね、こちらのエスプレッソですね、こちらですね、イルカフェというですね、カプセルをちょっと飲んでみようと思います。先ほど同様にこちらのカプセルですね、セットしまして、そしてボタンを押すだけでですね、もうエスプレッソのね、サイズで抽出できるようにカプセル読み込んでくれてます。はい、抽出終わりまして、これちょうどね、40ミリのサイズですね、エスプレッソなので、少量でございますけれども、もう本当にね、香りが立っててね、とても美味しいんじゃないかなとこの瞬間でも思いますね。じゃあ実際ちょっと飲んでみますが、かなりですね、コクが深い感じがしますね。香りもですね、こうかなり深いビターチョコレートみたいな感じで、朝飲む一杯にはねすごくいいんじゃないかなと思います。私こんな感じで酸味がね結構弱めのものが好きなんですよね、苦味が深いと言いますか、そういったコーヒー好きなんですけど、これはね目覚めの一杯にめちゃくちゃいいなと思いますね。そして、続いてこちらですね、ダブルエスプレッソですね。さっきのエスプレッソの、40ミリと比べて、量は2倍で、こっちの味の深さはですね、さっきよりもちょっと弱めになってますね。先ほどのようにちょっとセットしていくんですけれども、カプセルね、自動でやっぱり捨てられるのは楽ですね。続いてね、ダブルエスプレッソのこれキアロという名前ですけれども、セットしていきたいと思います。
もうこの時点でね、かなり香りが立ってるのが伝わってきます。まあ、今回ね、80ml でちょうど先ほどのエスプレッソの2倍の量が抽出されてます。すごくアロマの感じがね、強く感じられるような香りですね。ちょっと飲んでみますが、さっきよりはですね、深入り具合が少なめなんですけれども、これ食後とかにね、めちゃくちゃ合いそうな味ですね。リモートワークのお昼ね、ご飯食べた後、これちょっと一杯飲んで午後頑張るかみたいなね、量も適切ですし、味としても深入りなんだけれども、結構すっきりした後味といいますか、とても満足感味わえる一杯なんじゃないかなと思いますね。そして、続いてですね、こちらコーヒーのマグカップサイズですね、 230ml で、こちらね、インテンソというカプセルをね、飲んでみたいと思います。これでね、そのままホットコーヒーで楽しむのもいいんですけども、こんな感じで、氷を入れてですね、アイスコーヒーとしても楽しむのにも最適なカプセルでございます。なのでちょっと今回ね、氷入れてアイスコーヒーにしてみたいと思います。じゃあこちらインテンソですね、セットしていきます。アイスコーヒーですが、すごく泡立ってね、美味しそうですね。ちょっと氷も残ってますけれども、ちゃんと冷えてますね。夏でもですね、アイスコーヒー美味しく楽しみたいなということで、こうやって氷をね、作って、私アイスコーヒー楽しんだりしてるんですけども、とても香りも立ってですね、ペットボトルとかでちょっと安いコーヒー大量に置いてたりした時期もあったんですが、こうやって抽出してですね、氷ちょっと入れてアイスコーヒーで楽しむっていうのもね、またコーヒー味わう楽しみの一つになるんじゃないかなと思います。ちょっと飲んでみます。やっぱりね、本当に氷溶けて薄まるんじゃないのって思う方もいらっしゃると思いますけれども、味わいがしっかり残っていて、深い香りのね、コーヒーを楽しむことができます。アイスコーヒーではあるんですが、この泡もですね、しっかり楽しめるっていうのがね、なんかいいところですね。私一日の中でね、コーヒー飲むシチュエーション本当にたくさんあるんですけれども、気分だったりとかタイミングだったりとか、ご自身のね、コーヒーを飲むシーンに合わせた味わい、それから香りがね、楽しめるっていうのはとっても魅力的なんじゃないかなと思います。それからこういったですね、デカフェもありますので、ちょっとカフェイン取りすぎがね、気になるんだけれども、どうしてもコーヒーのね、その味わいだったりとかをね、楽しみたいっていう方は、デカフェのカプセルとかでね、調整していくっていうのもいいんじゃないかなと思います。今ご紹介していた以外でもですね、本当にたくさんのカプセルありますので、お好みを見つけるっていう楽しみもありますので、ぜひご自身の好みのですね、コーヒーを探してみてください。ちょっと抽出のね、ステップを細かくお伝えしますと、まずスタートボタンを押すと、カプセルがですね、本体の中で回転し始めます。そこで先ほどご説明したバーコードを読み取ってですね、最適な設定に調整してくれます。で、続いて蒸らし機能が備わっていまして、抽出を行う前にですね、回転を1回止めて、少量のお湯をですね、カプセルの中に行き渡らせます。これによってですね、コーヒーの個性だったりとかアロマを引き出すわけですね。この蒸らしっていうプロセスがですね、やっぱりコーヒーの味わいを生み出すために重要なプロセスなんですよね。それをしっかり自動で行ってくれます。そして、コーヒーの抽出が始まるわけなんですけれども、1分間にですね、最大4000回回転してコーヒーをですね、自動で抽出してくれます。そして抽出し終わったら、回転速度をさらに上げてですね、カプセルの中の水分を飛ばしてくれます。なので、ご覧のようにですね、使い終わったカプセル、自動で先ほどボックスに入りますよと言ったんですけれども、その時にはですね、すでに乾燥した状態になってるんですね。これすごいですよね。ちょっと湿った状態でね、そのままストックしてしまったりするとカビの原因になったりとか雑菌の繁殖につながったりしますけれども、これだとね、とっても使っていて安心感もあるかなと思います。このバーチョーポップですね、先ほどご紹介しましたけれども、ポーションと呼ばれる個包装のコーヒーを使っているわけですね。このポーションコーヒーのね、いいところとしては、一杯一杯の抽出がですね、とっても簡単で、かつですね、いつも入れたてのコーヒーを楽しむことができるというところですね。やっぱりコーヒーの品質とかアロマってね、結構繊細なので、個包装されていてもちょっと劣化がね、進んじゃったりとかするんですけれども、このネスプレッソのね、個包装はですね、遮光性ですとか密封性の高いアルミニウム製のカプセルを使ってますので、コーヒーのね、引き立ての美味しさをですね、結構長期間守ってくれるようなカプセルになってます。本当にコンパクトな本体ながらですね、カプセルのバーコードを読み取って、そのコーヒーに合わせた最適なですね、回転数ですとか注入するお湯の量だったりとか蒸らし時間とか、各ブレンドにね、最適な抽出がもう誰でも簡単にできてしまって、このネスプレッソのね、抽出テクノロジーによってしっかりですね、泡、クレマが乗った状態で抽出されますので、コーヒーの美味しさをしっかりこのコンパクトな本体ながら本格的に楽しめますよという機種となっております。コーヒーね、好きな方は結構多いと思いますので、こういうね、家電も気になってるよっていう方多いと思うんですけれども、どんな方にね、おすすめかと言いますと、こちらの機種ですね、ネスプレッソマシンの中ではコスパが抜群ですね。なので、まずはですね、こういった手軽な機種で、本格的なコーヒー楽しみたいよという方にはまさしくおすすめです。そしてですね、圧倒的に手軽だというところもですね、推したいポイントでして、美味しいコーヒー楽しみたいけれどもちょっと面倒なのは嫌だなっていう方にはもうまさにおすすめですね。先ほど3ステップでね、簡単に抽出できますよというと
ところをお見せしたんですけれども、やっぱりねちょっと朝時間がなくて美味しいコーヒー飲みたいけれども時間かけられないという方だったりとか、リモートワークのね会議前にちょっと時間ないけれどもすぐコーヒー入れたいとか、一息つく時に美味しいコーヒー簡単に飲めたらなと思っている方にはまさにぴったりですね。そして価格を抑えて、手軽であるにもかかわらず4種類のカップサイズでですね、コーヒーですとかカフェラテですとかお好みのアレンジができまして、フレーバーも30種類以上ありますので、本当に自分好みの本格コーヒーが簡単に楽しめますよという機種となっております。やっぱりコーヒーね、私は日常から切り離せないものになっているわけなんですけれども、じっくり時間をかけて楽しむっていう方もね、いらっしゃると思いますけれども、本当にもう飲みたい時にすぐ飲みたい、そしてそれが美味しければなお嬉しいっていう方にはですね、まさにぴったりなこちらのネスプレッソのバーチオポップですね、皆さんにも本当におすすめできる機種でございますので、ぜひ詳しくは概要欄からチェックしてみてください。ご自身でね、飲まれるにもいいと思いますし、あとはですね新生活始まった方へのプレゼントだったりとか、そうした際にもですね、とってもおすすめかなと思います。仮にプレゼントされた時ですね、ちょっと置く場所なくて困ったっていうね、パターンもですね、このコンパクトさであれば少ないかなと思いますので、とてもいい贈り物になるんじゃないかなと個人的に思ってますね。普段はですね、こういった家電ですとか便利グッズですとかたくさんご紹介してますので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではお時間ありがとうございました。